皆さんこんにちは、証券ママです。今日は梨のカラメルケーキタルトタタン風を作ります。フライパン一つで簡単にできてとっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。それでは材料です。まず梨が1個ですね。今日梨これだいたい 310g くらいあります。それからカラメルソースの方の材料です。グラニュー糖が大さじ2、お水が小さじ1、無塩バターが 10g です。それから生地の方の材料です。ホットケーキミックスが 150g、 グラニュー糖が大さじ2、米油も大さじ2、これはサラダ油でもいいです。卵が1個、それから牛乳が大さじ4、60cc です。はい、まずね、梨を切っていきます。まずね、四つ割りにしていただいてですね、はい、そしてね、芯を取ります。はい、こんな感じに芯を取っていただいたら、さらに半分に切ります。そしてまあ皮むきますね。そしたらね、さらにこれを2等分にしますね。こんな感じですね。はい、全部で16等分のくし切りにしてください。じゃあこれを全部やっていきます。そしたら先にカラメルを作っていきます。はい、そしたらこういったね、今日はね、小さめの20センチくらいのフライパンを使ってください。これにグラニュー糖とお水ですね。火はつけないで、まずグラニュー糖大さじ2と、それからお水を小さじ1入れます。はい、そして火をつけます。そしてまあ中火ぐらいですね。そしてこれ触らないでね、この茶色くね、こうカラメルになってくるまで、このままね、こうフライパンを触らずにこのまま少し置いておきます。まあ火加減は中火の弱めぐらいでいいと思います。こうやってしばらく放っておきますね。触ってこれ動かしてしまうとお砂糖が結晶化してしまうので、ここはちょっと我慢してください。はい、こんな感じでね、ふつふついってきました。もう少し我慢してください。はい、なんとなくね、こう周りが茶色くなってきたらですね、そしたらフライパンをここで始めて動かします。はい、こんな感じですね。はい、そして火を弱めていただいて、バター 10g を入れます。はい、そしてここでバター溶かしますね。はい、こんな感じで、ここは火は弱めてくださいね。はい、バターが溶けてこのぐらいの色になった、火はごく弱火のまま、先ほどの梨をね、全部入れます。はい、そして絡めます。梨にね、まんべんなく絡めて、梨からね、水分がこれ出てくるので大丈夫です。火はね、弱火のままです。ちょっとこうひっくり返したりしていただいて、梨にね、このカラメルを全部絡ませます。お砂糖がね、こうちょっと固まってきますが、梨から水分が出てくるのでね、大丈夫です。はい、全体にこう絡めますね。ここは一度火はね、弱めて、全体に梨にカラメルを絡ませてください。ほら、こんな感じでね、梨から水分が出てくるので焦げることはありません。そしたらね、少し火を弱火のね、強めぐらいにして、これで少し水分をこれ飛ばしていきますね。こんなに水分が出たので、はい、これで水分を飛ばしていきます。少し煮る感じでしょうか。はい、
はい、こんな感じでね、水分がもうほとんどない感じですね。もうちょっとかな。うん、このぐらいあっても大丈夫。このぐらいね、もう水分が飛んで、もうね、この梨がね、このちょっと絡める梨ですが、になってとってもこう艶が出てきて美味しそうです。はい。はい、こんな感じでいいです。そしたら火を止めます。そしてですね、もうこのフライパンでこのままですね、梨をね、並べていきます。こんな感じで。はい、こんな風に並べて、ちょっと真ん中のところにもね、ちょっと2個ぐらい。小さいのがいいかな。16等分でちょうどいい感じですね。はい。こんな感じにね、均等にこんな感じで並べますね。はい。そしたらね、これはこのまんまもう置いておきます。はい、そしたら生地を作ります。まず卵1個ですね。をボウルに入れます。はい。で、ちょっと混ぜますね。はい。はい、グラニュー糖大さじ2を入れます。ここはですね、今日ホットケーキミックスにお砂糖入っていますので、お好みでね、もう少し増やしてもいいです。そしてよく混ぜます。ちょっとね、グラニュー糖のザラザラ感がなくなるまで、よく混ぜてください。はい、よく混ざったら牛乳ですね。今日は大さじ4、60cc を入れます。はい。そしてまた混ぜます。はい、混ざったら米油大さじ2です。今日はですね、米油ですがサラダ油でもいいです。そしてまたよく混ぜます。そしたら最後にホットケーキミックス 150g です。今日はね、森永のホットケーキミックスを使っています。これを全部一気に入れてしまいます。はい、そして混ぜます。粉気がなくなるまでね、練らないようによく混ぜてくださいね。ホットケーキミックスはほんとこうよく練ってしまうと膨らまないのでね。はい。はい、こんな風に混ざったらもう OK です。こんな感じですか。ちょっとトロトロトロっていう感じ。そしたらこれをフライパンに入れて焼いていきます。はい、そしたらこれにですね、もう生地をね、上から流していきます。もうこのままね、こう少しずつ。まあ、下の梨がなるべく動かないように、これぴったりなので大丈夫と思いますけれども、はい、こんな感じに出たらこう全体的に生地を伸ばしますね。はい、はい、こんな感じにね、平らに伸ばしていただいたら火をつけます。でですね、蓋をしてですね、これ焦げやすいので弱火ですね。弱火でまず15分焼きます。途中でね、ちょっとね、蓋を開けて様子を見ながらね、焦げないように焼いてください。じゃあね、これ弱火で焼いていきます。はい、それでは15分ほど焼いたので見てみます。はい、こんな感じでね、すごく膨らんでます。これでこう、ま、こう触ってみて、特に真ん中が焼けにくいの、ここがね、もう乾いていれば大丈夫です。もう大丈夫ですので、蓋をしたまま火を消します。火を消して5分ね、このまま蒸らします。はい、それではね、5分蒸らしたので、はい、こんな感じです。もうね、蒸し焼きの感じですっかり焼けていると思います。そしたらこれをですね、お皿にひっくり返していきます。ちょっとこうね、周りがね、くっついていたりするときには、まあ周りにこんな感じでね、こうちょっとこう、まあ、竹串なんかでもいいかな、少し剥がす感じで、これテフロンのね、フライパンでやってくださいね。鉄のフライパンですとくっついてしまうので、ちょっとこう剥がす感じにしていただいて、そしてお皿にひっくり返していきます。
ちょっとこうやるとね、剥がれる感じになりますので、はい。うん、こうやって動けば大丈夫です。はい。じゃあね、お皿にひっくり返していきます。はい、そしたらね、お皿をね、このね、フライパンにかぶせてですね、そしてひっくり返します。はい、こんな感じにね、美味しそうに焼けてます。はい、はい、これで梨のカラメルケーキタルトタタン風の出来上がりです。とっても美味しそうにできました。じゃあね、少しこう冷めてからね、後でいただいてみたいと思います。はい、それではね、粗熱が取れたのでこんな風にカットしてみました。はい、こんな感じです。じゃあね、いただきますね。うん、ホットケーキミックスでふわふわです。じゃあいただきます。うん、これね、リンゴでも美味しいんですがね、梨は梨でね、とっても梨も美味しいです。うん、今日のポイントはですね、やはりちょっと今日もね、少しだけこうちょっと焦げ気味になっていますけれども、ごく弱火ですね、で焼くことでしょうか。これね、火が強いとやはり焦げてしまいますので、今日もちょっと少し焦げていますけれども、まあこれキャラメルがね、少しこう焦げるので、まあこのぐらいなら大丈夫です。でもあまり白っぽいとやはり中に火が通ってないことがありますので、とろ火でじっくり15分焼いて、その後ね、蓋をしたまま5分くらい蒸らすとちょうど火が通って美味しく焼けます。ぜひね、今日オーブンなしでフライパン一つでできてしまいますので、ぜひ作ってみてください。もちろんね、今日はなしでやりましたが、リンゴで同じようにやっていただいても美味しいんですが、たまにはね、今なしも美味しくなってくる時期ですので、なしでやっても美味しいです。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもホットケーキミックスを使ったケーキやマフィンのレシピの動画もありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。